皆さんこんにちは、もちおと申します。競馬ファンにとっては嬉しいニュースが入ってきました。この父フランケル、母ウォッカの谷のフランケルがですね、種牡馬入りというニュースが入ってきました。前回動画でも話したようにですね、本馬は5月の楽天サラブレッドオークションに上場予定だったんですよね。ただそのオークションが行われる直前になりまして、取り消しということが発表されまして、まあ噂では本馬がサラオクに上場するっていうことを知った本馬に熱い思い入れのある競馬ファン、もしくは馬主さんが引き取るっていう形になったのかなっていう噂もなくはありませんでした。ただそこからね、約3ヶ月弱音出さなくどうなっていったのかと競馬ファンみんながね気になってたところだとは思うんですけれども、まあ理想的なね結末と言っていいのではないでしょうか。もちろんね、これだけの良血、 JRA では金層は着順的には振るわなかったとはいえ、能力的には重賞級のものが間違いなくある馬でしたよね。とはいえ今年で6歳、ここから仮に地方競馬に転出して走るっていうよりはですね、まあ多くの競馬ファンにとっては何か別の路線で馬生を過ごしてほしいと思う方は多かったでしょうね。まあ私としてもね、これだけの血統馬種牡馬入りしてくれれば、ね、多くの方にね夢を与えれるなと思ってたところに、このニュースはですね本当に嬉しかったですね。ということで今回はですね、このタイノフランケルの血統から種牡馬としての可能性とか、そしてこの血統背景っていうのをちょっと改めてね見ていきたいなと思っております。まあ、まずはね、なんといってもこの父と母の現役時代の成績っていうのがね、本当に夢のある配合ですよね。お母さんのウォッカは日本で G1 7勝、特に東京でね強かったっていうことで知られております。まあなんといってもね、牝馬としては64年ぶりのダービー制覇という快挙、そういった多くの偉業をね成し遂げたこともありまして、2011年には JRA の懸賞馬にもなりました。で6歳の引退後ですね、最後のドバイのレース後、直接アイルランドの牧場に入りまして繁殖入りという形になりました。そしてこちらもね、フランケルと並ぶ名馬シーザスターズを初年度から3年連続でつけて、特にボラーレなんかはね、馬体重が600キロにも迫る初子ということでね、注目されていた覚えがありますね。ただ G1 級で活躍するっていう馬は現時点では現れてなくてですね、やはりその中で一番活躍した馬っていうのがサニーのフランケルになりますね。2013年の3区谷のアーバンシーも現役時代には重賞にも出走したくらいの馬で、この間のセレクトセールではですね、初子の絆3区が3300万円というなかなかね高い評価を受けました。まあ本番もですね、非常にロマンのある血統をしていて、ぜひね活躍してほしい一頭ですよね。まあこのように品系としてはね、今後も長くつながってくれるんじゃないかなと思っていたところなんですけれども、タイのフランケルもね商売入りしてくれるということで、まあ、父兄でもウォッカの名前がね見られることになります。そして父のフランケルも海外の歴史的名馬ですよね。14戦14勝というね、まあ、まさに世界一と呼べる成績ですよね。 G1 を10勝しておりますので、タイのフランケルについては17冠ベイビーということになりますかね。まあもう生まれた時点で注目されるのも当然の血統背景だったわけですよね。日本の名馬と世界の名馬が配合された、まさにね夢の子供でございました。で、ウォッカの母系っていうのもなかなかね日本の中で歴史のある血統なんですよね。この五代母のローズ闘争をさらに進んでいくと、そのおばあちゃんにあの白沖というね大牝系を作る馬がいると。こちらはね小玉とか新燕といった、まあ、かなりのね名馬を産駒としても生んで、そして牝系としてもね多くの活躍馬を残していると。実は白沖自身もダービーで2着だったりしたみたいなんですよね。まあ、そこからね何代も経てウォッカがダービーを勝利ということで、なかなか熱い展開ですよね。まあ、そういった母系がね、もちろん牝系としても、そして今後は種牡馬父の血統にも残るということで、本当にありがたい話なんじゃないかなと思いますよね。そして父のフランケルの産駒としても日本での活躍馬目立ってますよね。サドラーガリレオから続くこの重めの血統っていうのはね、日本で成功するのは難しいんじゃないかと言われてきた印象ですけれども、あれだけのね能力を持ったフランケルからすればね、日本の馬場もこなすことができたっていうところは明らかですよね。 G1 馬グレナディアガーズ、モズアスコット、ソウルスターリングといった馬たち数多く輩出しております。勝ち馬率も4割超えということでね、非常に高いですね。そして芝の方が価値は多いものの、やはりパワーがあるモザースコットと
ダートでもね活躍する参考を出していて、そしてそのモズ・アスコットがですね現時点では唯一日本でのフランケル後継賞馬ということになります。まあ、タイズケロ200万円っていうのはですね、芝ダートの G1 を買ったっていう実績を考慮してもね、やはり評価っていうのはかなり高いと見ていいと思いますね。これは血統背景っていうのがやはり評価されたところもあるんじゃないかなと見ておりますね。フランケルの後継として日本ではねまだまだ増えることができるこの血統、サンデー、金亀、もちろん入ってないですからね。日本馬場の適性を持った海外の血統馬っていうのはね重宝されるのがわかると思います。そして実はフランケル3区の活躍を見て JBBA がですね弟を輸入してるんですよね。完全にフランケルと同じ父ガリレオ母カインの全兄弟になりますね。本部も現役時ヨーロッパの最優秀小馬になったぐらいのね名馬ではあります。安静傾向なところもあってね、初の G1 勝ち自体も5歳になってからでした。ただそこからねチャンピオンステークスとか大きなレースも中距離で参照しまして、やはりこの血統のね力強さっていうのを感じさせるところですよね。もうすでに海外での活躍はそれこそ G1 馬も成しているんですけれども、その世界的な活躍以上にね日本でのフランケル3区の活躍がかなりね目立っていたということで、これだけの血統でありながらも日本にね輸入することができました。まあこれらをね見てもわかるように、やはりフランケル血統っていうのはですね日本でかなり需要あるんですよね。これまでのガリレオの血とはちょっとねタイプが違うタイプなんでしょうね。ちなみに2頭ともね早い段階でワンクチになっております。ということでね、その超需要のあるフランケルに日本の名馬ウォッカ、そして白沖系というね素晴らしい日本の母系があってとなればね、競馬ファンとしてはぜひとも成功してほしいという思いはあるでしょうし、まあよりね実績以上の人気っていうのはあるんじゃないかなと私は予想してますけどね。まあそれこそサラオク予定だった馬でチョボワ入りした馬といえば、こちらも超老血のレーブミストラルがおりますけれども、まあ、こちら実績があったとはいえね、初年度から52頭、2年目も30頭を超えているということで相当な評価を受けてるんですよね。まあそれを考えればね、やはり現役時代の成績だけで需要があるかないかっていうのは、まあもちろんある程度判断できるんですけれども、まあ少なくとも血統の魅力を感じられる背景があるのであれば、それ以上の評価は受けられるっていうのが感じられますよね。まあそれを思えばビジネス的に言ってもやはりね、サラオクでその後そのまま現役として走らせるっていうよりはね、こうやって商売入りできたことは本当にね成功なんじゃないかなってもう思いますよね。タイズケルがどうなってくるかは分かりませんけれども、ある程度頭数は集まってくれるんじゃないのかなと思いますけどね。まあちょっと競馬ファンのね言い決めっていうのも入ってるかもしれませんけれども、ちょっとね生産者の方がどういった評価するのかっていうのは興味深く見ていきたいなと思っております。このウォッカっていう名前はね、サンクとしてはもうウォッカ自身が2019年に亡くなってしまいましたので見ることできないんですけれども、今後はねそれこそタイのアーバンシーやこのタイのフランケルが孫の世代に伝えていって、あとは馬娘でもねより活躍する場を広げていって、まあ、これから増えてくる競馬ファンの方にも知ってもらえるような馬でいてほしいなと思っております。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。